はい、とりあえず1個ずつしてもう残りラスト5枚まで来たんで、はい、もうあと1人1枚ですね、はい、だからいきますか。これだけですね、残り、はい、これだけだと1人分ぐらい。確かに、はい、そうですね。視聴者さん的にはこれ少ないって多分思ってるんですけど、全然まだまだありますね。確かにこれ想像以上にでかいんですよね。はい、来る2枚分ぐらいですね、多分1枚付き。じゃあ僕もこれが1枚いいかな。いやいや、何のコピーとかないやんと。じゃあバンズでこれでもラストでこれ終わり、はい、じゃあこれをじゃあ持ってっていいですか、ラストで。バンズラストはい、いや、ラストで光栄じゃないと、うん、光栄じゃないと、はい、ありがとうございます。あとこの後寿司来るから、うん、ラストじゃないですか、うん、自分の持ち分頑張りましょう。さっきちなみにここ10分を超えてます。僕は早っ、ましたマジで早っ。はい、終わりました。なんとか。でも今回は思った以上に俺食べれるコンディションになってますね。いつもだと2枚食べると終わってますよ。マイクさん結構食べてくれてるんで、コンシャパワーで関係ないやん。家族で食べてる、家族で食べてる。もうあとだからカードさんだけですね、食べ終わったら。うん、オッケー。なんとかこれすごいっすね。次が2万2000円ぐらいなんで、これでやると半分が終わる。あ、でも一応今回は僕の手考えてるんで、これいけばっていうのがありますね。マジですか。で、信頼しても大丈夫ですか。あ、大丈夫です、大丈夫です、うん、そのズルとかじゃなくて単純に。じゃあ、まあ、お寿司だけ待っときたいと思います。はい、来ました。お寿司来ましたよ。続きました。だいぶ暗くなってますからね、外。はい、うわ、うわ、すごい。ありがとうございます。すごい。お会計が22,800円。あ、これでお願いします。はい、お願いします。あ、ありがとうございます。夢が大変。ありがとうございました。これはすごいっすね。これ僕らさんできそうじゃないですか。なんか、いけそうです。佐々木も絵は描いてる。いや、佐々木これのために。お疲れ、佐々木さん、お疲れ。これはうーわこれで中トロエグくないですか。ヒカルさんは僕らをどうしたいんですか。僕らに贅沢を覚えさせてどうしたいんですか。これですよ、これ。いや、すごいな。それは嬉しいっすけど。いやこれはすごい。特になんかあったわけじゃないですもんね。まあ、めったいことがあったわけじゃないですけど、ね、むしろ、うん。